ファミコン全ソフト実況。どうも、たぶやんです。月風まで続きやっていきたいと思います。画面の左に、波動拳の取得状況、書いておきました。鬼面風ね、波動拳1の鬼面風取って、今波動拳を探しに行きましょう。情報だと南東に向かえみたいなこと言ってましたね。行くぞ。あとね、なんか壁に突き当たると、あの行き止まりになったら剣を振れっていう、なんかね、情報は知っております。どうなんだろう。敵が来た、弱いね。一撃、もう剣の強さ上がっていってるね。さあ、南に向かってますけど、まあ道沿いに行って、行き止まりだったら、なんていうの、壁を掘る。来たー、一撃でー。全然余裕だね。ん？南、あ、これループするね、こっち行くとね。じゃあ一旦来たか、一本道か。敵来た。敵が出てくるっていうことはあれなんじゃない、ジャンプ切り基本よ。いててててかすり傷を負ってしまったぜ。いや、もう 2D アクションと全然違うよね。別ゲームだよねこれ。あ、なんか新しい敵出てきた。何こいつ、半魚人みたいなやつ。硬いねこいつ。私の敵ではないな。ちょっと壁があったらもう叩いちゃおうぜ。おっと、連続で敵。いや、なんか回復アイテムとか出ないのかなこれ。やばいよね、自利品になっちゃうよ。合ってんのかそれで道。お、ああ、恐ろしや、恐ろしや、巨大な兜が火を吐いて、え、ボスの情報かな。雑魚が2名相手にならんぜよ。南に向かうんでしょ。南の壁はもう全部切っとこうか。敵が出てくるっていうことは痛い。あ、炎吐いたりすんの、怖い怖い怖い。一撃食らっちゃったね。連続で半魚人強いんだよね。うわー、マジか。いやー、ダメージ受けたけど、お守りあるからまだマシになってんのかな。おお、北に向かってるけどな。ジャンプ切り、ジャンプ切り。ちょっとずつ命が削られていく。分岐点？どっちなんだろうな。入ってみるか。あ、回復アイテム？回復アイテム発見。使っちゃうか。
アイテム。北に向かう。西、東、南東に向かえって言ってたよね。東で、南かな。一回通ったから敵出てこないのか。すっごい南に行ってるけど大丈夫。スタート地点とか嫌だよ、やめてくれよ。北に向かって、ああ、恐ろしや恐ろしや。これでもあれだよね、この人さっき話聞いたから戻ってきたっていうことだな。だからこっちなんじゃない。でこれずっと敵出てこないっていうことは、もう一回敵倒したからっていうことじゃないかな。一回倒した敵は出ないのはありがたいね。うん、だんだん制圧していってるよこれ。でさっきなんか3つの部屋のとこ東に行ったけど、こっちから来たからここまっすぐ行ってみようか。おお、来た。敵が出てくるっていうことはここには来てないっていうこと。オッケー、体力回復したからね。南東はあんまり意識しない方がいいのかな。対して行ったり来たりだからね。いやそれにしても長いなこれ。なんだなんだこの、え、薬ある。え、薬も、あれ薬なくなってる、なくなってるね。じゃあいただい、え、拾ってるこれ。え、薬取ってないんですけど、何これ。あ、しまった、これ薬じゃ、その場で使う薬なのか。しまった、残しとけばよかったね。アイテムとして持つ薬じゃないのね。やられた。こっちから来たからこっちか。やばい、ボス戦に残しときたかったねこれ。あ、サンズの川。いや、マジかー、ついに来た。行くぞみんな、波動拳を取りに。どうすりゃいいんだろう。普通の剣で行くか、まずは。で、お守りの前にコンパ、これだな、これ。うわー、なんだこいつ。あ、もうなくなったのお守り。あ、な、数秒だけなの？何？マジか、お守り。で、太鼓で、あ、爆弾でいこうか。あ、弱い。いいじゃん。お。
弁慶みたいだったよね。あ、弁慶、よし、怖いな。回復アイテム残しときたかったよね。あ、弁慶いいね。いやー、セーブしたい。ここでセーブ機能ないからね。よし、ダンジョンではあのアイテムを残しとかないとダメだね。ダンジョンの薬はその場で回復っていうのを覚えとこう。うわ、落ちたら一発アウトでしょこれ。怖いなー。サンズの皮、えい、いやいや、爆弾取っててよかったね。いいですよ、危なげなく。これは岩の剣だね。ワクワクしてきたぜ。あ、ボスか。あ、ボ、痛い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 。あ、ちょっと待って、これ上上の攻撃だからこれでいくか。剣の方がいいかな。お守りで剣で、痛い、いいんじゃない。いいぞ、いけるいける、やっと剣の強さ上がってるんだろうね。でかい波動拳手に入れ、あ、かっこいい。長男の波動拳手に入れました。やりました、嬉しい。これで波動拳ゲットしました。どうしよう。星でもつけときましょうかね。やりました。さあ、波動拳をね、栄えある波動拳。左に書いておきました。現在地ここね、祈願島ですけど、次の島がちょっと拡大しましょうか。次男のね、獄門島ですね。この西側のこの島ですね。ただね、長男の時もそうですけど、鬼面符は結局どこにあるかわからないので、なんか中央のあたりに入れない扉あったよね。あそこしかね、もう行くとこないと思うんです。なので、そこに向かいたいと思います。さあ、戻ってきましたぞ。比較的簡単に戻ってこれました。アイテムね、まあいらないアイテムもありますけど、お金余ってるんで買ってきました。行くぞ、通れるはずだけど、やっぱりな、何の説明もないけど通れたぞ。あ、また鬼のいるところか。なんか違うエリアに行くときは鬼がいるのかな。鬼も被害者的なこと言ってたよね。それほど竜骨鬼は恐ろしいのか。おお、なんか山岳地帯だね。これ一本道だね。行くぞ。あ、また鬼。いや、もう剣の強さだいぶ強くなってきたな。半分以上いってますもんね。いけるいける。あんまりプレイが上手ではないので剣が上がっていくっていうね。持論です。さあ、右か左、右行くか、わからんけどね。あ、これ楽勝モードじゃん。
あ、これは楽しい。どんどん剣の強さ上がっていくよ。ちょっとピクって動くんだろうね。その上がる瞬間なんかレベルアップの音を鳴らしてほしいね。なんか知らない間にね、上がってるんだよね。コナミさん独特のレベルアップ音作ってほしかったな。ドラクエじゃなくてね。楽勝ですね。どんどん行こう。あ、あのなんか祠？祠的なやつじゃない？ボスじゃない？あれ。いやもう邪気も全然倒せんじゃないのこれ。剣の強さ上がってるから。どうなんだろう。おー、来ましたね。あっさりと鬼面符取れるのか。お主金は持っておるか。キャッシュがあれば鬼面符をやろう。いや絶対嘘でしょ。地獄の沙汰も金次第。200ほど払ってもらいまひょか。安いな。2000とか言われたらどうしようかと思ったけど、200を払いましょう。はい、気前が良いのお主。じゃが金だけではやるわけにはいかん。うわ、騙された。邪気と戦ってもらう。うわ、何のために200払ったのよ。最悪だこいつ。行くぞ。うわ、また来たねこれ。どうしよう。爆弾、いや剣で行った方がいいな。この回るやつつけた方がいいんじゃないの。で、回るやつつけてお守り。ほら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 、痛い。回るやつすぐなくなっちゃうんだよね。あ、嘘だー、外出ちゃったの。いいえ、貧乏は嫌いじゃ。嘘。え、画面の端行ったら外出ちゃうんだ。ひどすぎる。もう一回200払うの。やってくれるなジャキー。お守り。外、逃げずに戦え。画面の外に出たらダメなのか。しゃがめ、しゃがみ打ち。よーい、やりました。鬼面符ゲットです。やったぜ。いや、今日思ったより進むじゃん。波動拳2本目もいけるんじゃないの。これあれだろうね、最初の分岐点のとこ左に行くんでしょうね。 YouTube の術。さあ戻ってきました。こっち左側行ってみよう。ここしかないと思うんだよね。鬼たち、鬼たち結構お金持ってるんだよね。2600たまった。で、弱いしね。これ稼ぎポイントですね。お金が足りなくなったら鬼たち倒しに行こうよ。あ、また分岐があるよ先に。いやー、鬼癒される。ここでもう剣を、自信がなくなったら剣を育てに行こうか。あ、どっちだろうなこれ。左か右か。左行こうか。左か右か、覚えとかないとね。おお、また分岐があるね。広いねここ。あー、なんかいる。こっち行ってみるか。
が上がってきたね、だいぶ。もうマックスまで行っちゃってもいいけどね。どうだ？あ、白っぽいとこ来たー。逃げてしまったけど。どうなんだろう、これ。どこなんだろう。内側に入っていった方がいいよね、多分ね。適当に進んでおります。っていうか、敵がいないところを進んで、あ、ダメだね。あ、この下か。この下っぽいな。偵察。あ、敵が多いとこ。でもこれね、なんか、一回敵倒したら、お、初めてだね。お、一回敵倒したらいなくなるのがね。お、一撃で倒せるの楽だね。いいよね。多分これパスワードコンティニューしたらまた敵復活するんじゃないの？知らんけどね。あ、もう来るな、こっち。お、敵の出現パターンを覚えないとね。痛い。いやー、序盤の第1回の時一番苦戦したな。剣が弱いからね。どうだろう、合ってるんだろうか、これ。避けて、避けれない。一回こっち行ってみようか、右側。敵が違うんでしょ。なんかこっちの方が、ほら、あ、序盤と全く同じだね。ただ一撃で倒せるようになってる。私が強くなってる以外は、あんまり変わらない感じか。OK。やっぱり左行った方がいいね、あれ。敵多いな、ここ。絶対敵多いとこにいるでしょうよ。ボス。満タンでキープしたいね。よし、 OK。 OK、 OK。 波動拳ってこれ3つ揃えないと何の効果もないみたいですね。あ、扉あったね。ちょっと待って、あ、鬼面符持ってるからいいよね。焦った。あまりにも早く鬼面符取ったから。もうお金いらないから魂ばっかり出して。あ、連続バトルか。あ、これ最初の頃の敵だね。痛い。まあまあまあ、これぐらいの命なら全然。こっちだね。え、お店とかないのかな。なんか見逃してたらやだな。あの武器とかね。新しい武器とか。だってなんか、あ、ここでは見れないけど、ここにね、これ武器の攻めるの方の枠がいっぱい余ってるもんね。なんかあるんでしょうね。さあ行くぞ。ここを通る者、鬼面符2つなしでは通せぬ。お主、鬼面符を持っておるか。はい、合格。ありがとうございます。獄門島に向かっております。2番目の兄者の剣ですね。3兄弟負けてしまったからね。波動剣来ました。獄門島か、ここ。ポーズ。こちら獄門島に移動ですね。ここにね、スライムのいるところ、次男の波動拳取り返しに行きましょう。行くぞ。いや、今回展開早いね。第2回までの苦戦が嘘のよ。お、まずここだろうね。ここは邪悪なる魔人たちの住む獄門島じゃ。竜骨鬼に殺され浮かばれぬ魂を沈めてやれるのはお主だけじゃ。手伝ってくれないの？お主の探し求める波動拳は洞窟のどこかにある。そのどこかを教えてほしいのよね。他人任せだな。しょうがない、私がやってやるか。一本道だね、これ。この右から左に
行くのね、スーパーマリオ世代は慣れてないんだよね。あ、ちょっと敵強くなってる。あ、そうでもない、あのなんかメトロイド、あ、メトロイド体力上がってる。こいつは倒せる。メトロイド強くなってるじゃないか。ほっ、かわして。あいつはどうだ。あ、こいつも強くなってるな。ちょっと敵の体力上がってるね。こいつは一撃で倒せるんだけど。よし、体力回復 OK。 黄色いやつかもですね。こいつ、こいつで稼ぐ。いやでも最初の頃に比べたらねえ、全然いける。突破した。あのお店入りたいね。くるーっと回ってか。うわ、縦長なんだよねこの獄門と。いい、海岸沿いをずっと行かされる。じゃあちょっとお店行こうか。鳥居1個くぐらないといけないけど、ちょっとお店行こう。うわー、真っ赤。あ、なんか嫌なとこだな。でもなんか、あ、敵強くなってるな。ダイナマイトで。あ、ダイナマイト弱いな。剣でいいか。あ、これ落ちたらやばい。ヤバタニ。でも動く床とかないだけね、まだまだ月風魔殿は優しいな。楽しいですよまだね。あ、これ怖い。あ、ちょ、落ちるのだけは避けなければ。大ジャンプ。あ、あいつが落ちてった。騎士の剣。あ、お守り忘れてた。お守りもデフォルトにしてほしいよな。さあ、苦労して店に来たけど、あ、手裏剣売ってますね。これ武器みたいです。無敵のやつすごい値段上がってるね。900、買っちゃえ。お金3000あるからね。武器ゲットしました。手裏剣戻りましょう。あ、ちょっと手裏剣使ってみるかね。あー、なるほどね、面白いかもね。攻撃力はどうだ。3発か、微妙だね。落ちるなよ。いや怖い。確かに攻撃範囲は広いよね。あ、一撃で倒せないのか。なかなか厳しいね。まあ剣が一番私は好きかな。地味で申し訳ないけどね実況向きではないかもしれないけど、剣が一番なんかバランスがいいね。接近戦のみだけど。石の剣、せっかくだけど、でも手裏剣たまには使うかね。さあ、あ、あそこから来たんだよね。で次はこっちか、内側に一本道だね。そろそろ来るか、洞窟ダンジョン来るか。まだ鳥居か。はい、ということで今回はここで区切りたいと思います。結構進んだね。月風魔殿、次回2本目の波動拳取りに行きたいと思います。それではまた、さよなら。